こチャンネル。じゃじゃーん。皆さんこんにちは、ゆうこです。今日は飛び立て留学ジャパンの良さを2つ皆さんとシェアしたいと思います。それではレッツスタート。1つ目はお得。私が知っている中では給付型奨学金の中で一番額が大きいんですね。しかも誰でも応募できちゃって、学校の GPA や語学の能力は全然関係ない。でも一つ難点があって、手続きがちょっと大変なんですね。こういう書類を書いてるとか、あとは面接があったりグループディスカッションだったり、とにかく大変なんです。でも自分が何を本当にやりたい人間なのか、ちゃんと自分と向き合えるいい機会になると思います。2つ目はいろんな人に会える。まず選考会に行くだけでもたくさんの友達ができちゃいます。そして飛び立て生に選ばれると、留学前の事前研修、留学後の自己研修というのの合宿でさらに友達が増えます。2日にわたって行われる研修会では、みんなで本音で本気でぶつかり合いました。みんなお揃いの飛び立て T シャツで絆も深まり合いましたね。研修会でのご飯はとっても美味しかったですよ。さあ皆さんも飛び立て生として本気で夢を語り合える仲間を探してみませんか。この動画がいいと思った人はいいねボタンお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。